市長様とても美味しいです。気に入りましたか。若いのだからたくさんお食べなさい。でもお高いんでしょ。大丈夫、そのためにお財布が二人もいます。光秀は散々目をかけてやったのに、本能寺で私の実の弟斎藤利治の命を奪い、秀吉は低い身分から取り立ててやったのに、織田家から天下を奪いました。二人にはいくら出させても足りません。すいません。どうした。今運ばれてきたこれ注文したものと違うんですけど。それはおかしい。おかしい、何が。お前の言い分によるとわしが間違った料理を提供したということか。そうだよ、それ以外にないでしょ。お前、わしが戦国時代から来たからって令和時代を知らないと思って適当なこと言って料金踏み倒そうとしてないか。いやいや、俺が頼んだのは唐揚げだよ。なんでどこのパチモンが出てきてるの。食べ物ですらないよ。ここ飲食店でしょ。いや、これは当店からのサプライズメニューなのである。え、サプライズ。これ気持ち悪いし、いらないけど。そうだ、特別に1万円に負けておこう。金取るのかよ。てた、高っ。こんなのに1万円も払えるか。ほう、なるほど、わかったぞ。何がわかったんだよ。お前クレーマーというやつだな。違うよ、至って真っ当な客だよ。何なんだよ。もう帰ろうかな。どうした、困りごとがあるならわしが相談に乗ってやろう。今はあんたが困りごとの種だよ。へっへっへっ、そんなバカな。わしは皆の悩みを解決して称えられるタイプの戦国武将だぞ。何そのポジティブ。絶対謀反とか起こされるタイプでしょ。では次の注文は餅菜の雑煮でよいな。いや、そんなの頼んでないよ。てか餅菜って何。貴様そんなことも知らんのか。愛知や岐阜に古くからある野菜で、その名の通り名を持ち上げる縁起のいい食べ物と言われておったから、戦国時代の終わりや岐阜では祝い事の時に食べたのだ。はあ、わしも勝家も秀吉も長秀も光秀も、その他大勢の尾張や岐阜の者がこの餅菜を食べて名を挙げたのだ。すいません、餅菜のおひたし5つ追加お願いします。光秀、早くせよ。はい、喜んで。餅菜か、それは良さそうだけど、今は肉の気分なんだよね。肉か。さっき光秀がひき肉に段ボールを混ぜて肉まんを作っておったから、それを持ってきてやろう。段ボール入り肉まんって中国か。おお、お前よく知っておるな。わしは中国の建築物が好きで、城の装飾を中国風にしておったのだ。そういうことじゃないよ。肉に段ボール入れるなんてありえないでしょ。中国じゃ昔あったらしいけど。安心しろ、今日の段ボールは光秀が焼肉のタレで味付けしておいた。いや、味付けしてあっても段ボールなんて食えるか。わがまま言うでない。戦国時代は飢えて命を落とす者も多かったのだぞ。話の時代を令和に戻してもらえます。まったく令和時代のものは文句ばかり言いよって。何時代の人だって文句言うでしょ。頼んでもないもの勝手に出されて料金払えって言われたり、段ボール入りの肉まん出されそうになったら。戦国時代はわしの出すものはみんな嬉しそうに受け取ったものだ。光秀がわしに献上してきた馬をその場で光秀に貸しすると言って、光秀に送り返した時も光秀は嬉しそうにしておった。献上品送り返されて嬉しそうにするわけないだろ。一体何があったんだ。あの事件の真相は闇の中である。ところで注文はどうするのだ。もういいよ、こんな何が出されるかわからない店で食事なんてできるか。帰る。会計をするのか。1万5000円である。ちょっと待って、おかしいでしょ。何がおかしい。まだ何も食べてないよ。上様いかがされました。光秀、こいつ食い逃げしようとしておる。おいおいおい、待ってくれよ。食い逃げってまだ何も食べてないだろ。食い逃げですと、それはけしからん。あれを呼びましょう。うむ、あれだな。一体何を呼ぶつもりなんだよ。もうこの店なら何呼んでもおかしくないぞ。110番して警察を呼ぶのだ。そこは普通なんかい。早よ呼んでくれ。動画見てくれてありがとう。信長の正室である機長の実の弟の斎藤利治は、若い頃から信長の側近として仕え、信長の嫡男信忠が織田家の家督を継ぐと信忠の側近となり、本能寺の変で一緒に亡くなっています。機長も光秀のこと許せませんよね。